優雅な朝だぜ。ボンジュールンルンルン、蜂が飛ぶ。おいえほう。もう一丁動画撮るか。はい、じゃあね、ショートムービーに必要なものを買いにこちらスーパーやってきました。びっくりしたよ。寒くないの？全然寒くないですよ。寒いですか？え？寒いですか？もう寒いなんてもんじゃないよ。もう83もなったらブラブラ震えて。あ、僕のおばあちゃんと同い年だ。いやいや。頼むよ。みなさくん、ごめんね。こんな君の携帯をこんな風に。いや、とんでもないですよ。とんでもない。とんでもないですよ。うん、ありがとうね。いや、撮っていいよ。撮っていいですか？うん。ああ、痛い痛い。そういう撮り方？そうですね。大丈夫、画面。大丈夫ですよ。ほんと？よかったよかった。皿洗いよりもタスクの方が大事だろう。へへへへへ。ほっ！いただきます。黙れ。じゃあ、水野くん、今日もありがとうね。ありがとうございます。うん、また暇な時間があったら、よろしくお願いします。はい、またお願いします。暇な時に。うん。行きます。じゃあ、気をつけてね。はい、気をつけます。バイバイ。お疲れ様です。うん。トレーニング頑張ってね。はい、頑張ります。うん。じゃあね。じゃあお疲れ様です。はい。失礼します。お疲れ様。はいはい。はい。ボイシー終わり。俺がベンチ弱い理由ってさ、絶対腕長いからだもん。はい。ただいま。自分一人で乳麺作れるようになりました。麺がしっこすこ。お疲れ様でした。今日寝ます。じゃあね、神奈川県ボディビル選手権優勝に向けて明日も頑張ります。おやすみ。うっす、ほら、ほも。はい、皆さんおはようございます。今日もね、張り切って頑張って楽しく YouTube 撮影していきましょう。頑張り。はい、ということで、本日もですね、カメラマンとして、いつものケトリくんがカメラマンとして手伝いに来てくれました。今日も頑張ろう。今日もよろしく。Do you wanna wanna so man?はあ、今日の撮影も疲れたな。お疲れ様。はい。電子レンジ借りていいですか？あ、いいよいいよ。うん。おー、フィジーカーのサイドレイズ。おー、ポージング練習欠かさないね。あ、もうちょっと肘の角度が。お、おー。おー、いけてるぞ、ベイビー。お、いけてるよ、ケトリ君。めっちゃフィジーカーだよ、これ。めっちゃフィジーカーのポーズ。いや、様になってるよ、ケトリ君。はあ、お腹減ったな。食べますか？あ、いいの？減量中でしょ？はい。くれんの？大丈夫です。あ、ありがとう。ということで YouTube 撮影一段落したんで、これから飯食べます。野菜炒めとご飯ですね。いただきまーす。え？はい。I am Chono。じゃあお疲れ様。あ、お疲れ様でした。うん、またよろしく頼みます。はい、お願いします。うん、お邪魔しました。お疲れ様でした。まあ、またね。じゃあね。はい、バイバイ。はい。失礼します。バイバイ。おアマゾンでちょっとお買い物をしたんですけど、急にね PSP がやりたくなって、10年以上前にねちょっと PS2 で遊んでた喧嘩番長をね、ちょっと PSP 版のやつちょっと買っちゃったんですよね。楽しみですね。湘南美容外科、湘南美容外科。はぁ、トレーニング疲れた。ちょっとルーティン動画の描写撮りたいんで、ちょっと一緒に撮影しません？撮りましょうよ。おい、ちょっと何ですか？なんで電車来るんだよ。何分の電車なんだよ。やめろ。なんでなんでいいじゃないですか。ちょっとルーティン描写足りないから、ちょっと一緒に撮りましょうよ。ねえ、一緒にちょっと動画、ね、はい、ただいま。ご飯が入っていた器です。ということで、お疲れ様でした。明日、もうね、頑張って撮っていこうと思います。じゃあ今日はね、寝ます。おやすみなさい。
ほら、ほぼ。皆さんおはようございます。あー、やべえ、ハンバーグ焦げる。はい、中華丼完成。今ですね、ハガティの梱包作業中なんですけど、こんなご注文をいただきました。ハガさんの大ファンの大学院生です。今回2度目の購入です。去年の夏頃、いろんなことに精神的に追い詰められて生きているのが苦しくて辛いなと思っていた際に、ハガさんの動画を見て勇気をもらったことから T シャツの購入を決意いたしました。もしお時間があれば、苦しい時に背中を押してくれるようなメッセージを背中のあたりにでも書いていただけると嬉しいです。苦しい時にね、背中を押してくれそうなメッセージ書かせていただきました。こちらです。100円ショップで値段聞く。はい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 、あるある探検隊、あるある探検隊。はい、出発します。つい今ですね、さっきの描写のカメラをね、切った時にリスナーさんがね、声かけてくれたんですよね。こんなマスクに帽子にヘッドホンしてんのによくわかりますね。ありがたいですね。はい、ということで今北参道駅いるんですけども、まあ、15分遅れで水野くんが到着しました。いつもの近くでございます。今日コンビニで何買いたいんだっけなんだよ。サラダチキン。サラダチキン絶対違うじゃん。ゴムでしょ。ね、なんか俺今日せっかく交通費払ったけど、ね、カメラマン呼ばなくてよかったっていうじゃあどうぞ。ご満悦ですね、楽しみさん。めっちゃなんかいい匂いします。めっちゃいい香りです。あ、惚れちゃうちょっと赤ちゃんもちょっと匂いちょっとすごくいい香りだけど。はい、ということで今日はなんとあのたのしんごさんと YouTube コラボさせていただきました。たのしんごだっていうの。いや、本当にお疲れ様でした。今日ははい、絶対にカットしないんで、はい、ドドスコドドスコラブ注入やっていただけないですか。わかりました。絶対にカットしないで。はい、わかりました。はい、あーん、ドドスコスコスコドドスコスコスコドドスコスコスコラブ注入バンバン。筋トレ大好き。はい、ということで、たのしんごさんとのね、YouTube 撮影が終わって、たのしんごさんからプロレス誘われたんで、ちょっとこれからプロレス観戦してきます。あ、いける、かわいい。はい、ということで、今日一緒にコラボさせていただいたオードブルの林さんです。おっす、おっす、おっす、ありがとうございました。じゃあ、準備。さあ、お互い。はい。なんか、島谷選手としては、怖い、取られないなー、はい、ということで今歌舞伎町ナウなんですけど、プロレスのね試合終わったんで、これから横浜帰ります。はい、今ですね、なんとハガティを買ってくれた人に声かけてもらいました。なんか僕のね T シャツ飾ってあるそうで。どうも。あ、緊張しちゃってる。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ただいま。もう寒すぎて耳取れそう。飯食います。ちょっとね、用意するのに時間かかっちゃったんですけど、これだけの量を食べます。まあ、意外と量大したことないんですけどね。ステーキ弁当です。ちょっと嫌なことあったんでアイス食べます。グッバイ、君の運命の人は僕じゃない。はい、お疲れ様でした。今日はね、本当に楽しい一日でしたね。頑張ります。じゃあおやすみ。ほら、ほんも。おはようございます。昨日ね、ちょっとシャワー浴びれてないんで、サクッとお湯浴びます。ドリビアからのいきなりお昼ご飯。空いてるよ。あ、ありがとうございます。今日はどうしたの。今日はちょっといろいろトレーニングだろ。どうせトレーニングです、ごめんなさい。水野くんのことはね、ちょっと家に置いといて、ちょっと動画に必要な道具だったり物を買ってきます。はい、来ました。近所の頼れるフィットケアデポ。ごめんなさい。ここら辺してほしいな。ねえ、水野くん、ちゃんとボール投げてよ。いや、こっちだって真剣にやってるんですよ。しょうがないじゃないですか。本当にやってる、真剣に。マジで真剣にやってます。全然当たんねえじゃん。いや、テイク4じゃん。なんだよ、この。水野くん、お疲れ様。お疲れっす。うん、とりあえず、家戻ろう。はい、戻りましょう。待ってください、ハガさん。ママー
水野くん。はい。さっきからちょっと、釣ってばっかじゃん。いじめてるわけじゃないけどさ。はい。はい、あ、うん。うまっ。うまいって思えるじゃあ多分ね。塩足りないよ。はい、あー。あ、うまっ。うん、これ、あ、もう一杯ぐらい。これでいいだろう。あ。オッケー。うん。これで大丈夫。水野くん、はい、本当大丈夫なの？大丈夫です、大丈夫です。これ、いじめじゃないよ。僕、いや、水野くんの行為で。僕の希望す、希望す、希望やってんでしょ、はい、はい。あ、ほんと、あーって。ほんとだ、いや、ほんと水飲め、ほんとに、はい。あ、あ、あ。飲めます。じゃあ、水野くん、今日お疲れ様。お疲れ様です。うん、じゃあ気をつけて帰ってね。じゃあ気をつけます。うん、じゃあね。失礼します。うん、バイバイ。じゃあね。はい、失礼します。はい。うわーか。はい、じゃあ俺もね、ジム行くか。はい、到着。まあまあ。ということで、まあトレーニングさっき終わってですね、ちょっと両者取る時間なかったんですけど、これからですね、横浜で知り合いのライジンに出てるね、ファイターのことをちょっと一緒に焼肉食べに行ってきます。はい、ということで今横浜の居酒屋で飯食ってるんですけど、ライジンファイターの伊藤誠一郎くんです。かわいいね。ということでお疲れ様でした。結局ね、伊藤誠一郎くんね、まあ僕のことを家まで送迎してくれて、まあ僕のね、家までちょっとね、まあ踏み入れてくれて、ちょっかい出したりして帰ってきました。明日日曜日なんで、明日は僕お休みいただいて、また月曜日からね、動画撮影頑張っていこうと思います。もう寝ます。おやすみ。